Fライフチャンネル太郎ヨネアンです。さあ今日なんですけども、はい、今日なんですけども何でしょうか、何でしょうか。オリ選手が、オリ選手がなんか前に立ってますよ。僕大阪に行ってきました。あ、大阪行ってきたの。あ、たこ焼き食べてきた、はい、お好み焼き食べてきた。まあそれもありますけど、だるんか。あれと思う。メインはそこじゃないです。あ、そうなの、うん、あの前回渋谷で、うん、若者に聞いてみたインタビュードッキリ、ドッキリです。やったじゃないですか、うん、あれの今度は大阪編を、うん、あ、ドキ水着だらけのたこ焼きパーティー。違う、タコパー、タコパイングアンド何の絡みか。そんなハレンチなことじゃない。そんな動画を出したらおかしいでしょ。何チャンネルなんですかそれ。何ライフチャンネル。攻めるなーってまあ、その大阪に、ね、行ってきたんで、はいはいはい、大阪で前回と同じ、うん、あ、ちょっと渋谷で味を占めたからね。じゃあちょっと遠征してみようと、うん、ちょっと関西西でもちょっとやったるで。渋谷で行けたら関西なんかちょろいもんやでっていう、うん、どうや、うん、ほなさいならでもあっちの人の方がなんかノリいいのかなと。 F1 知ってるかみたいな。確かにね、なんか気さくな感じが大阪人の方がしそうな気がする、うん、お姉さんって言ったら、え、何何って、うん、F1 知ってるよってなりそうな、インタビュー答えたら何もくれんのとかって言いそうだよね。それもそういうイメージもありますけど、うん、チリチリパーマの派手な服着たおばちゃんとかね、うん、紫色とかね、髪の毛色入っちゃってね、うん、じゃあちょっと、まあ、見ましょうか、はい、じゃあちょっとどうなってんのか、ね、はい、渋谷とどう違うのか、どう違うのか、うん、やっぱり派手な服装してんのかなみんな、うん、お母さんのお母さんが出てくるのかね。若者100人。ああ、そうかそうか。グリコ。ここからでしょうね、オープニングは当然。もちろん当然ここからでしょう。うん、ここからこうパーンと引いてってね。うん、お、ちゃんとグリコで来たよ。でも5000円のかい。うん、皆さんこんにちは、ガンライフチャンネルのドリちゃんです、なんとですね、今日はここ大阪道頓堀にやってきました。なんと今回行うのがですね、前回の渋谷編に続いて第2弾となる F1 のインタビューですね、をここ渋谷で行っていきたいと思います。まさかの2回目にしてもう東京を飛び出すというね、素晴らしいですね。そんな大阪なんですけど もうさっきからいろんなたこ焼き屋さんとかお好み焼き屋さんとかいっぱいあってちょっとお腹が空いてきちゃうんですけども、そんなことはさておき、今日は大阪で若者の皆さんにインタビューしていきたいなと思います。前回の渋谷編ではですね、ほとんどの方々が F1 という名前は知ってるんですけど、どんなものは見たことがなかったりとか、レース自体見たことがないという人が、ほとんどで、イケメンランキングではノリスとかサージェント、ルクレールが、まあ、多く票を集めたということ でその一方でおじい好きにはマグネッセンが人気だったということもあり、今回大阪ではそれがどういう結果になるのか楽しみなところですね。そして今回なぜ大阪に来ているかというとですね、とある方が一緒に大阪でやらないかというふうにご連絡いただきましてですね、ということで今回私大阪に来たんですけども、今回、呼んでくれたのがですねこの方です。どうぞ。どうもー、 F1 ライフ日記担当の正義の鉄拳です。はい、正義の鉄拳くんにね今回来ていただきました。視聴者の方々には結構知ってる方も多いんじゃないかと思いますけども、そうですかね。あのもう筆頭視聴者の一人というか、タロプロの筆頭視聴者でもあり、はい、かつ F1 ライフ日記のね切り抜きをやっていただいておりますが、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。そんな鉄拳くんがですね、どうしてもちょっと大阪でこれをやりたいということでですね、今回連絡してきてくれました、はい、じゃあちょっと意気込みをお聞かせ。はい、こんなね絶好のインタビュー日和で、もうマジ絶好、本当絶好ですね。もうインタビュー日和でございますが、やっぱりね僕の地元大阪で、はい、やっぱどんな結果になるのか、東京とは少し違った結果になるとか、それと全く一緒なのかっていうのをね検証していきたいなということで、今回のりちゃんを大阪にお呼び出しました。はい、お好み焼きとたこ焼きをおごってくるということでね、僕も来たんですけども、しゃーなし、しゃーなし。今回やる企画あのインタビュー、まあ、前回渋谷と同じインタビューにして、まあ最初はまずこちらですね、F1 って知ってるというインタビューですね。そうですね、鉄拳くんはもちろん知ってます。はい、ありがとうございます。もちろん、はい、渋谷編ではもうこっちがほとんどだったんですけど、大阪ではどうなるか、まあ僕の予想はまあ渋谷と同じじゃないかと思うんですけど、あ、そうですね、あんまり地域柄ね、そうですね、感じないと思う。というね、F1 って知ってるっていうインタビューが一つと、もう一個はこちらですね、2023年の F1 ドライバーの、まあ、10人の中でイケメンは誰ですかというねインタビューですね。はい、ちなみにこれ鉄拳君誰なんですか。ちょっと申し訳ないんですけど、ルクレール選手です。やっぱり、ね、推しなんで、推しなんで、ね、
王子様ですから。まあ、渋谷でもね、こことか、まあ、ここが人気だったんですけど、はい、大阪ではどうなるか。結構ね、王子がね、そう、だから意外と王子人気なんじゃないかというね、大阪は。というちょっと可能性もあるんじゃないかと思ってますが、さて、誰が一番人気なのか、検証ね、していきたいと思います。じゃあ、早速、はい、インタビュー日和で、なんかやっていきましょうか。いけますか。僕はもう前回でメンタルちょっと来てるんで、ちょっとお願いします。頑張ります。はい。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。じゃあ早速一組目の方々に来ていただきました。ちょっとこちらに、ちょっと可愛い系じゃん、つぶらな人みたいな。こちらにあの顔出し NG の女性2人いるんでちょっとそこだけ、はい、お願いします。ということで、まずちょっとインタビュー一つ目なんですけど、はい、F1 ってご存知ですか。あ、車のやつですか。車のやつです、はい、知ってますか。はい、じゃあ、ありがとうございます。知ってるっていう、あの、お二方知ってるだと見たことありますか。実際にレースないです。テレビでしかない。テレビでありますか。あれ、ちょっと、あの、知ってる、好きな人、あの、F1 好きと一緒にちょっと見たり。ああ、なるほど。どうですか、止まってないですか。車走ってるな。なんか、なんでこう、F1 見たら、こう、ちょっと意外と興味持つかなみたいな。例えば SNS だとか、テレビとか YouTube とか。どこで見たとしたら、何でこう流れてるんですか。持ちそうです。切り取り、はいはい、切り抜き、次見たら持つかなちょっと、おってなるかもしれない。兄さん、いや僕は親が一番好き。あ、そうなんですか。親御さんの影響では、まあ、見ない、見ない。ありがとうございます。次の質問です。これ、今年2023年のドライバー、また20人ですけど、10人が持ちて、この中でイケメンのだと思うので選んでいただきたいなと思います。あ、これ、ジョー、ジョー、ジョー、中国語なんでジョーさん。ジョーさん。私もジョーだ。ジョーさん。ちょっとこれだいぶあの写真は加工されてるんですけど、ありがとうございます。なんでちなみに皆さん、アジア人顔が好き。え、じゃあ日本人はどうですか。ヨーロッパとかどうですか。いいけど、あんまりヨーロッパ側は好きじゃないですか。一番はちょっとアジア人顔の方が好き。お兄さん、じゃあこの中でなりたい顔だったらここです。ジョーさんですか。生まれ変わりのジョーさん。強いですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ皆さん3人ともジョーさんという、また渋谷とは意外と違った結果になりました。皆さんありがとうございます。ちなみにこの人たち、はい、千葉の人です。じゃあ次、こちらのお兄さんに来ていただきます。渋谷で聞いても一緒になってます。こんにちは。早速ですが、質問させていただきます。まず、いくら知ってますか。めちゃくちゃ知ってます。あ、めちゃくちゃ知ってますか。女の子がちょっと一応この赤ボード買っていただいて、親が F1 好きなんでって言っちゃう。めちゃくちゃ知ってる。めちゃくちゃ知ってます。っていうことはもちろん、じゃあ見たことはありますし、ありますし、日本グランプリも毎年行ってます。おー、ガチ勢に出会いました。ガチゴリゴリの F1 ファンですが、やっぱり日本には全然こう F1 を、まあ、名前知るけど見たことないよっていうのがやっぱり多いですよね。はい、私たちにはこうどういうアプローチをしていけばいいと思いますか。これはなんか言葉でこう説明するよりもやっぱり肌で感じてもらうのが一番ストレートで聞くと思うんで、ぜひ日本グランプリに行ってくださいじゃん。でもサーキットに行って一緒に体験するね。はい、ありがとうございます。ではじゃあ続いてこちらの、じゃあこれは、まあ、お兄さんも一般式はもちろんご存知だと思います。はい、今年のドライバーラインナップの、まあ、20人する、まあ、10人ピックアップして作っていただいたんですけど、この中でお兄さんがイケメンだと思うドライバー1人選んでいただきたいなと。イケメンさん、はい、それはダントツでチャールズ。あ、チャールズ。お兄さんはもうこの写真以外にも知ってるってどこが好き。そうですね、これまでのキャリアから考えても主人公感。あ、もうそっち行っちゃうか。あ、もうそっちまで考えた。で、このルッツ。ルッツはもうめちゃくちゃかっこいい。生まれ変わるならもう、いや、ライコン。ライコン。じゃあここに大根に見れば、いや、まあ、大根にしたちなみにお兄さん今日なんでいらっしゃったんですか。午前中がちょっと仕事で梅田にいて、
ちょっと情報見かけて。あ、情報情報あれやらせか。なんだよ、仕込みかよ。あれ僕のツイッター見て、増えました。ありがとうございました。まあ、できてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてなんですけど、なんと。完全に仕込みやった。ちょっとブラブラ、ここら辺ありしてたら。トゥブルの知ってますか、おかしいだろ。ちょっと見かけてしまって、これで知らなかったらおかしい。クイズにはいられないと思い、聞いたことあります。はい、していただけるということで、お願いします。まあ、聞くまでもないと思うんですけど、友達に聞こえてます。何の服か知りません。はい、もちろん知ってます。もちろん知ってます。はい、もちろん知ってます。はい、もちろん知ってますね。もちろん、それはそうです。はい、それはもう国内もあって、スーパー GT やったりとか、スーパーフォーミュラとかも現地で。はい、おそうなの。僕自身はそのなんか F1 とかそういうモータースポーツをそのコミュニティを広げたいなっていうふうに思ってて、それこそサッカーとかだったら飲食店とかにみんな集まって観戦したりとかしてるんですけど、それのなんかモータースポーツバージョンというか、そういうのがその東京だったり大阪だったりとかっていうところにできたらすごい広がるんちゃうかなっていう。そうですね、知らない人でも入ってこれるようなコミュニティで、裾野を広げていきたら、はい、もちろんお兄さんご存知だと思いますけど、こちら2023年のドライバーのラボに12人ですけど、はい、この中でお兄さんが思うイケメンを。あ、イケメンですか。はい、最初リプレイめっちゃかっこいいなと思って見たんですけど、最近ジョー選手最近ジョー選手すごいな、かっこいいんですけど、もうなんかイケメンすぎて人間の息出てるというか、めっちゃイケメンなんで、やっぱアジア人としては、ね、中国人も、ね、そうです、挑戦者頑張ってもらって、すごい生誕な顔だったりして、最近多くの人たちとかで、はい、知ってますね。まあもうこれもそうです、ね、夜とかやっちゃってます。そう、そうなんです。はどちらかといえば可愛い、やっぱそうなんですね。はい、イメージイケメンっていうと、なんか弟みたいな、そうなんじゃないイメージなんで、そう、なんかちょっとかっこいい、かっこいいとはちょっと違ってんのかなっていう、かっこいい子が出てきてくれると、ね、女性の方もそれでね、イケメンおるやんって言って、そうですね、F1 見てくれるようになったら、それはそれで僕としては嬉しいので、はい。じゃあ、ちょっと一緒に盛り上げて、はい、よくしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。続いて、こちらのお兄さんにやってきていただきました。このお兄さんに、ね、声かける前に、女性の方にちょっとアンケートだけ取らせていただいたんですけど、その方々も F1 を知ってはいるし、イケメンではですね、やっぱりちょっと大阪でやっぱ人気なのでジョーさんに1票入りましたし、あとちょっと渋谷同様ノリスにもやっぱりイケメンということで票が入りました。では続いて来ていただいたお兄さんにインタビューしていこうと思います。まず F1 ってご存知ですか。知ってますか。じゃあちょっと、はい、なんかこう効果が仕込みだ、完全に仕込み。もうでもたくさん集まってくれたってことでしょ。趣旨が違ってきてるとこ、ね、趣旨が変わっちゃったね。もう明らかに最初のやつと初日のやつと撮ってる場所が違うもん。たこ焼き食べちゃってこれ尺稼いじゃってる。次お姉さん2人行き出してもらったんですけど、お顔が NG ということでちょっと手元だけね聞かせていただきます。まずじゃあちょっと F1 ってご存知ですか。知ってます。本当ですか。知ってますか。聞いたことは。聞いたことは全然大丈夫です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。聞いたことあるけど見たことはないです。どういうイメージでしたか。やっぱ車のレースっていう感じですか。でそんな F1 の中で今ドライバー20人いるんですけど、ちょっと僕が厳選した12の中でイケメンだと思うドライバーを選んでいただきたいなと思います。今日バレンタインということで、この人だったらちょっと職あげてもいいかなみたいな。ブラピっていうのはね。おう。ちょっと青の資料お願いしてもいいですか。2人ともサージェント。ありがとうございます。ちなみにこの日本人1人だけいるんですけど、どうですか。タイプではない。結構F1 ファンからは、可愛いって言って人気なんで、それは納得していた。なるほど、なるほど。じゃあ、あとおじたちはどうですか。おじにはあまり興味は。でも、マグロステン。あ、マグロステン。渋谷でもこの人だけは人気あったんです。じゃあ、ちなみに、この、ここおじいゾーンなんですけど、この3人が。どういう年齢の順番だと思いますか。1、2、3。ああ、正解は1、2、3なんですよ。ここが一番若いです。何歳に見えました。4。43 50って言われて。じゃあお姉さん2人とも30ということで、
はい、すいません、ありがとうございます。皆さん方3人に来ていただきました。じゃあまず最初の質問なんですけど、 F1 ってご存知ですか？名前だけ。名前だけは皆さんご存知です。ありがとうございます。じゃあ皆さん名前だけは知ってください。見たことはない。どういうものかっていうのは分かります。車が走ってるです。どうしたらこうなんか見るきっかけになるかもなみたいなってありますか？例えば SNS の中で出るとか、地上波でやってるとか。地上波皆さん地上波やっぱり誰でも見れるようなテレビでやってると、もしかしたら見るかもなみたいな。なるほど、ありがとうございます。そんな F1 なんですけど、この中で皆さん方にイケメンをちょっと選んでいただきたいなと思うんですけど。圧倒的に。あ、本当ですか？ベース。じゃあ次、青いシール。青いシール貼ってます。はい。トップ、サージェント。サージェント。お姉さんは、トップ2人です。ありがとうございます。じゃあちょっと票が多い、こっちの方を選んだので、2人に1個聞きたいんですけど、じゃあ、サージェント選んだら決め手は何だろう？パッと見。じゃあ、お姉さんがノリス選んだのも、パッと見。パッと見。じゃあ、圧倒的ルイス。圧倒的。今までいなかったハミルトンを選んだ。いや、かっこいいですよ。かっこいい、かっこいい、かっこいい。SNS のフォロワーとかが、この中でダントツで3000万人ぐらい、インスタとかいたりして、ファッションモデルとかも、はい、イケメンなんですけど、やっぱ、どこに聞かれる、本当にかっこいい。じゃあ、お姉さん方2人が選んだここよりもこっちですよ。あ、断然こっち。何歳に見える？2、いや、3、行ってるか行ってないか、それぐらい。あ、もうゴリゴリ30行ってます。30代なんなら後半ぐらい。好き。あ、おじいが好きなんだ。じゃ、ちなみにおじいここ3人いるんですけど、意外とこのおじいも人気だったりするんですか？好きです。あ、ね、ここ2人が以前渋谷でこの企画やったんですけど、おじいが結構人気だったんですよ。じゃ、この3人のおじいの中で年齢高い順にどうなったか。1、2、3。お二人も一緒です。はい、ここ1、2、3。正解1、2、3です。これ1、2、3。これ一番わかりました。ちなみに何歳に見えましたか？40、50、40。あ、そうなんや、世間的には。正解は30歳です。ちょうど30歳。ケビンさん、ケビンさん30歳。ケビンさんにちょっと謝罪の意を込めて名前だけ覚えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお姉さん方は唯一ハミルトンと、サージェントとノリスという結果になりました。ありがとうございます。はい、続いて、またなんか見えてるぞ、だからなんか見えてるぞ。ファングッズをちょっと身につけてることを見つけてしまって、また声をかけさせていただいたんですけど、ただメルセデス、じゃあちょっとインタビューしてみたいと思います。じゃあ、まあ、どうぞ、してますか？はい、OK です。ちなみに、どれくらいから F1 を見てるんですか？F1 はもう2010年です、うん、2010年くらい。でも10年以上は見てる。そうですね。どういったところが今好きですか？ハマったきっかけとか。なんか、もともとお父さんがすごい F1 が好きで、はい、で、なんかそこで生まれた時から F1 はちょっと他にあった。じゃあ、ご家族の影響で。そう。今、どうですか？お友達とかに F1 好きな人っていますか？僕、今、部活の方で学生フォームやってまして、そこには F1 好きな人がいっぱいいます。集まってるんですよ。じゃあ次なんですけど、まあね、兄さんがご存知だと思うんですけど、今年のドライバーなんか10人だと思うんですけど、兄さんが一番イケメンだと思うドライバーを選んでいただきたいなと思うんですけど、帽子がね、ハミルトンの帽子なんで、ハミルトンかなと思うんですけど、さあ誰イケメンだと思います？イケメンですよ。はい、イケメンです。イケメンです。顔だけなら、顔だけなら、おー、やっぱ、顔ですよ。やっぱりルクレールにこの3秒入ってますけど、3秒とも全員 F1 好きの人が入れてるということで、じゃあ顔だけじゃなくてこう中身とか入れたらどうなる？それってやっぱハミルトン。やっぱハミルトン。去年の背中ですか、去年の背中に入って前夜祭に行けないから、そこでのオーラが一人だけ違いました。別格ですか？何やろ、名前がパクマっていう、そうちょっとお聞きしたんですけど、これもしかして？そうですね、佐藤拓海選手いただいて。じゃあやっぱりお父さんが F1 好きで、はい、自分の息子にも生まれた年がちょうど
デビューの日に冗談を飲んだ日で、そこで名前を書きました。じゃあ、お兄さんがもし子供できたら、ルイージ。いない、かまあ、勇気とかでもいいですね。言ったところで、じゃあ、そう、いきなりなら、ルクルク。でもやっぱり好きなのは、ハメルトン。いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、一通りインタビューが終わりました。まず、今回、大阪でインタビューしてきましたけど、どうでした？追いかけて、インタビューに応じてくれる人が少なすぎるっていう。大阪も立ち止まって待ち合わせする場所がないのかな。全然せっかちなんで、そう、全然止まってる人がいなくて、もう動いてる人ばっかりで、やっぱり動いてる人に、すみません、インタビューですかって言っても、ね、スルーされちゃう。立ち止まってもらえない。そうそうそう、だったんで、なかなか苦戦して、なんとか計17人ですかね、はい、男性が8人、女性9人の結果を得ることができました。じゃあまず F1 を知ってますかというインタビューの結果がこちらです。知らなかったのは結局1人だけです、ね、1名だけです。それ以外はもう全員やっぱりね、渋谷編同様F1 っていうものは知ってる、聞いたことはある、うん、人生の中で失礼違ったことはあるある人がもうほとんどで、まあ中には、がっつりファンも、数名ちらほらほらいました、いましたね。たまたま見つけたしまってね、やっぱり名前だけ知ってる人にどうしたら見たくなりますかって聞いたら、やっぱり SNS が多かったですね。あとは地上波っていうけどもあります、地上波っていうね、女性の中には地上波でやってたら、やっぱり SNS って好きなものしか出てこないから、それと比べてテレビっていうのはもう好きなものつけちゃいます、ね、そうそうそう、部屋におったら、だからやっぱりテレビっていうのも結構大きなね要素かなと思いますね。続いて、イケメンドライバーランキング結果はこちらになりました。ジョーさんが多かったですね。渋谷編でももちろんジョーさんがかっこいいっていう人はいたんですけど、それ以上に今回はいて、やっぱり女性からもやっぱり最近のね韓国ブームが影響もあって人気が高かったですし、男性から見てもやっぱりね、そういう K-POP アイドルとかにこう憧れてたりかっこいいなと思う男性からもやっぱりジョーさんかっこいいなって思うんですね。同じくアジア人の日本の唯一の F1 ドライバーその違う結城角田も1票入りまして、まあそこはちょっと同情票と言いますか、まあちょイケメンで入れたのかどうか分かんないですけど、でもまあ F1 ドライバーっていう、もうその日本人 F1 ドライバーっていう名前がかっこいいってね言ってましたからね。まあ、確かに世界で20人しかなれない中でその中に日本人がいるっていうのはすごいやっぱ誇らしいことですよね。っていうので角田くんにも1票がね、渋谷編では入らなかったんですけど、今回ようやく角田くんに1票入りました。で、続いて多かったのがルクレール、サージェントとルクレール、ノリスですね。まあ、ここら辺は順当といった感じですかね。若手のね、やっぱ今時の女子と男子には刺さるかっこいい系の面々が入ってきましたね。意外とマグネツ戦人気が渋谷に比べると、うん、マグネツ戦が一番って人はなかなかいなかったですけど、でも意外とこうおじいの中ではマグネツ戦もいい、聞くとかっこいい、うん、かっこいいって言ってましたね。 でもやっぱり渋谷同様あのおじに見えるというのハミルトンよりもやっぱりおじ450に見られる450ってもうよっぽどですからね。まあ、だから意外と日本でマグネス線を使ってちょっと F1 アピールしたら意外と F1 公式さんにもねそうそうぜひちょっとじゃあ F1 公式さんマグネス線を使ってほしい日本でアピールしてください。お願いします。お願いしますといったところで、大阪編の結果になりましたが、F1 知ってるか知らないかだけだったら東京渋谷と変わらなかったですけど、どの顔がかっこいいかっていうイケメンランキングでは、まあ、ちょっとばらつきが見られたり意外と面白い結果になりましたね。他の地方もねこれどういう傾向があるのかって面白そうです、うん、今後ねいろんなところに行ってそれぞれの、ね、もっともっといろんな方々にインタビュー答えてもらって地域性みたいなものがね分かればねいいなっていうふうに思います。ぜひまた皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。あとこっちのね撮影にぜひ協力してくださる、若い方が、ね、いらっしゃればまたぜひコメント欄で、教えてください。ということで以上若者に聞いてみた大阪編終了といたします。ありがとうございました。さよなら。ということで、はい、はい、F1 知ってますか大阪編、大阪で F1 ファンに聞いてきた違いましたっけだから大阪のこれ一歩間違えたら大阪である必要があったかっ、ね、大阪の F1 ファンに聞いてきた、うんうん、だからちょっと
あの渋谷がの出来がすごく良かっただけに、自分でも自分でも調子乗っちゃった感じたわけでしょ。あれ、うん、こんなはずではみたいな。違う意味でちょっとしんどかったんでしょ。あの、うん、渋谷よりも全然あのこうやってれば誰か来るだろうっていう顔出しもみんなダメでしたし、やっぱ意外と渋谷の若者女の子たちはやっぱ YouTube に憧れがあって出たらちょっとステータスみたいなところがあるのかもしれないです。それでも前回も一組でしょ。だからインタビューに答えてハワイが当たるとかってだったら多分確かに大阪の人は、うん、謝礼が1万円出ますとかリターンがあればね。そうリターンが、うん、完全にディスってるじゃないですかこれ。まあでもちょっとだからまあよくある渋谷はビギナーズラックだったんだなっていうところもあるんで、だからこう3回目で審査が問われる。そうですね。うん、次でちゃんと挽回できるかどうか。この1回目と2回目をやったことを受けて、じゃあ3回目どういうアプローチをするのか。これ反省会？もう反省会ですよもう。うんうん、もうまあ太郎よし反省会。アンケート。アンケート結果に関して言うと、まあ F1 知ってるはまあ予想通り。まあ予想通り。ですけど、まあイケメンランキングがまたなんでジョー・グァンユ選手が急にこう。急浮上したんでしょうね、まあ、多分あの持ってる写真に反応したんじゃないかな、うん、大阪人は外国人あんま好きじゃないのかな、そういう意味ではヨーロッパ系の白人、うん、黒人、うん、嫌なのかな、うん、よりはやっぱりアジア人に どんな感じだったの一番。だから今女の子たちが好きな本当それこそ K-POP に近いのがこの中だったらジョーさんしかいないそのだは近くないんだアジアじゃねえとアジアですけど近くはないですねやっぱり近くはない。まあ K-POP はシュッとしてますからね。いやちょっとだから今年はつのっちにじゃあ踊ってもらおうか。いや別にあのアプリのその盛り方だけ盛り方だけ身につければ写真だけ持っていけばいいんじゃないですか、うん、それかもうジョーさんが写真撮ってるところで一緒に写真撮らせてもらうから、うん、急にシュッとしただから綺麗な角田ジョーさんとツノッチの森写真ツーショットを撮ってくるみたいな。確かに、うん、ツーショットいいですかって言ってね、うん、森ガリガリが入るやつで、だからで女の子の女性のインタビューの映像をもっともっと集めてそこだけを集めたものを本人たちに見せる現場で日本の女性のファンがこうですよって。もつろな君一つも得がない頑張ろうぜってツノッチ頑張ろうぜって目指せ上官になっちゃう、うん、上位負けてるぜって。実際マックスとかガスリー全くかすってもないわけでしょ、うん、でもあれはちょっとその選んでる写真に悪意ある、ね、まあね。でもルクレールも全くっていうのも、うん、まあ、F1 ファン3票も全く除外したと、うん、だから多分ルクレールはあれじゃないその男性が思うかっこいい、うん、女性に人気があるはずだと思ってルクレールをみんなが、うん、半分刷り込みまで見てるでしょ。で、ね、太郎さんもそう思ってた。ルグレールは人気があるだろうと、うん、でも誰も選ばないってことはやっぱり見る目が違うんだろうねっていうまあ、まあ、見てるところとか実際普段そういうね、うん、韓流見てたらそっち行っちゃうかもしれない、うん、まあ、確かに大阪は割とその韓国とかの影響大きいから、うん、より東京よりも強いかもしれないですね、うん、そっち系の市民っていうのが、うん、じゃあちょっと韓国人ドライバーを増やすっていうのも一つF1 公式さん、うん、そうだね。ジャック・エイト君韓国人って出たらキャーってなるんじゃないですか、うん、その写真もだいぶこうシュッとしてね、うん、まあという感じでちょっとやっぱり東京と大阪でやっぱ違うっちゃ違うんだなっていうのは分かりましたよね、まあ、ちょっとあの F1 ファンの意見がだいぶ入ってるちょっとファンが多かったから何とも言えないんだけど、まあ、その半分ねあの本当に一般の方の意見だけ見ても全然違うっていうのが分かったんで、まあ、これ東京大阪だけじゃなく今後あちこち行くんですか、うん、あでも募集してたじゃん、ね、募集してたの、うん、だからこれもし沖縄とかから私やりますって来ちゃったら次沖縄って、うん、まあでもやっぱり東京大阪で来ちゃってるからこれまたやっちゃいけないパターンなんですよ飛ばしたぞお前俺ら忘れてるぞっていう、やっぱり社長を飛ばしちゃうと、まあ、あそこミャー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 言うから、うんうん、これちょっとまたあのコメント欄荒れちゃうんで、やっぱ次はやっぱりね、そこはだから名古屋行きますって言わないと、それはだからこっちが行きますじゃなくて、うん、向こうから来ないと、名古屋でやらせてくださいが来ないと、ね、今回だって大阪でやらせてください来たから来てるわけで、うん、だから次どこ行くか分かんないですよ。だから島根県からやりたいですって来たら、うん、普通に行かなきゃいけないです。宍道湖の 横でやるってね、あ要するに ダーツの旅と一緒ですから、うん、ダーツがどこに飛ぶか、うんうんうん、どこで手上がるかですから、うん、楽しみ。47都道府県全部カバーするとね、すごいんじゃないですかこれは。そうね、今
It, if まだ県行ってないんですよまだ県に行ってないっていうね、うんうん、県の県民の方々お待ちしておりますんで、はいはい、F1 ライフ県民賞、はい、うん、のりちゃんが、ね、残りあと40とはこうなるかな、45道府県行きますんで、どんどん応募いただかないとね、シーズン終わっちゃうんで、確かに確かに、うん、まあ、このシリーズね、はい、ちょっと1回目に比べると2回目はズルしたかなっていう感じもちょっとあるんで、そうだね、次からまたパワーアップして、うん、でも沖縄の人から声かかって嬉しいでしょ、沖縄行けるんだって、うん、まあそうですね、弾丸だけど、弾丸日帰り沖縄日帰りツアー、日帰り、うん、まあでも沖縄ちょっと見てみたいな、うん、沖縄ね、沖縄で国際通り行っちゃうと、あの外国人とか都会の人になっちゃうんじゃないの、観光客になっちゃうんじゃないの、地元の人がいるところでかつ人が集まるところってどこなんだろうね、沖縄の辺野古の基地の前の座り込みの人に聞いてみた、うん、それちょっとひろゆきさんとか連れていかなきゃいけなくなっちゃうから、そうですね、俺座ってないっすね、うん、だからなんかひろゆきさんっぽくなんか自分でこう机持って、うん、黄色いパーカー着て、うん、次からまたいろんな道府県でのりちゃんが行くのか、また誰か他の人がやるのか、うん、楽しみですね。そうですね、はいはい、というわけで我こそはという方はまたコメント欄に書いていただければと思います、はいはい、というわけで大阪の若者に聞いてみたでした、はい、ということで今回の動画、やっぱり2回目は厳しかったかと思われた方、いいねボタン、厳しかったと思ったのに応援でね、応援のつもりでね、うん、いやいや、うん、2回目はこんなもんだよ、3回目4回目が大事だ、頑張れのりちゃんと思われた方はチャンネル登録、そして今ここには映ってないけども一番残ってるナチュラルカラーパーカーもよろしくお願いします。映った映った